はい、皆さんこんにちは。今日は木下君に来てもらってます。はい、はい、ドカジャン別注シリーズ第4弾ですね。はい、はい、特徴が特徴は、何年です。何年っつうのは望遠とちょっと違うんで、あのそこらに注意していただいて、素材が綿の 65%、 モダクリルが 35%。 そのモダクリルっていうのが何年性を持たせてるんですね。でモダクリルの特徴は、一応こう火が、うんまあ、燃えちゃった時にこうついた時に燃え広がらない、燃え広がらないとようになる。だからもう火がつかないわけじゃなくて、もう広がらないんで大事に至らないって感じですかね。そうです、はい、望遠ではないと、ちょっと軽い望遠を1個手前ぐらいのイメージですかね。はい、で色がこれ茶色でね、なかなかいい感じですよね。そうです、うん、アウトドアにはいいのかな、うん、おすすめなスポットではキャンプ、はい、焚き火、焚き火は火使いますからね。本気のバーベキュー、本気のバーベキューってどんなやつですか。本気のバーベキューはアメリカとか、あのこういうやつこういうのがあって、こういうやつ、ね、肉いっぱい置いて、これ普通にただ焼肉とかじゃなくて本気のやつでにはいいと、屋外でやるやつね、庭でねやるやつね、庭でやるやつ、はい、さらには本格的なフランベ、本格的なフランベってどんなやつですか。フランベって何、ワイン入れて、なんか料理で最後にワインをかけてアルコールを飛ばして、うん、ワインとの香りをつけるっていう、でボワってなるやつ、ボワってなる、はい、あそれこれ着てやればいいんだ、これ着てやればもし燃えても大丈夫、広がらない、ね、あそうですね、はい、で あとごま行、ごま行ってこういうの着るのかな、なんかちょっと違う、なんか違う気がするけど、まあ火のとこはいけると、まあどんどん焼きなんでね、正月のどんどん焼きなんかでもし燃え、うん、パチってなってでもここに燃え、ブッジュって燃えちゃっても広がらないですからね、これ炭化しますからね、大丈夫、はい、でそして本格中華、本格中華、確かにあの鍋ブワーなるもんね、ブワーなる、もしこれ着てこうやってなったら、もしこっち燃え移っても燃え広がらないし、はい、これで消せるのかな、これでいけるんじゃない、消せるのかなあ、麺だからいけるかもしれない、ね、中で こっち側裏で消さないそうだね、こういかないこういったら多分燃えちゃうん、ね、燃えちゃうんで、こういかないと、それはちょっとやめてた方がいいかもしれないね、やめて、はい、まあ、中華なんて非常に暑いですから、これ着てると思うと余計暑くて汗だくになっちゃうかもしれないですけどまあまあそんなね、火を使っても全然いけるっていうのは今回のモチーフで第4弾でねやってますんで、これも数量限定ですから、色はこれだけ、はい、八木さんに来てもらいました。はい、こんにちは。サイズは M です。身長どんぐらいですか。170cm です。 170cm、 体重が60、まあ普通だよね、だからね、はい、ちょうどいいよね、 M で。そうですね、ちょうどいいです、うん、さっきの木下さんはちょっと結構ピチピチでしたけど、結構身長、まあ中だって薄着だからさ、はいはい、冬だったらもうちょっと厚着するもんで、はい、まあ、サイズ感こんな感じで全然いいですね。そうですね、すごいちょうどいいですね、はい、それもいいですよね、はい、うん、でもちょうどいいです、はい、余ってない、まあ、いいんじゃないですか、これね、はい、じゃあこれいただきます、ね、一瞬待ってもらっていいはい、で、販売は10月ぐらいからですね、はい、はい、やりますんで、ぜひともよろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。今日紹介した商品を買うことができます。動画説明欄に URL 貼ってありますんで、そちらから飛んでみてください。もしよかったらチャンネル登録もしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。